かせてもらったからな。どこのどいつか知らんが、借りは返させてもらう。改変された歴史では、ブーの気弾で地球が破壊されてしまいました。この時、それだけの気弾を撃つには、止める時間がいるはずです。ブーに時間を与えてはいけません。間に合って。頑張った。おい、まさかお前も俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。純粋な魔人ブーに、これは本来の歴史の流れじゃない。なんだお前は。いや、なんだっていい。お前を倒すには変わらない。ごはっ、そうだ、まだ全てが終わったわけじゃない。いいですか、もっともっとブーと戦い続けてください。歴史の改善を食い止めるチャンスはまだ残されています。さっきは休ませてもらう。どこのどいつか知らんが、借りは返させてもらう。
で地球が破壊されてしまいましたが、その分それだけの気弾を撃つには月を貯める時間がいるはずです。ブーに時間を。何やって、ご飯さん、兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。本当にご飯なのか。おい、まさかお前も俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。純粋な魔人ブーに、これは本来の歴史の流れじゃない。なんだお前は。なんだっていい、お前を倒すことは変わらない。ご飯さん、そうだ、まだ全てが終わったわけじゃない。いいですか、もっともっとブーと戦いを続けてください。歴史の大変を突き止めるチャンスはまだ残されています。ここまでだ。
中ごと破壊するつもりか。やる、やりましたね。カウントでした。父さんと悟空さんの到着を待ってたんです。これでブーを倒せば歴史が修正されます。今まで何度地球を救った。何だよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活する。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、俺に元気可能な限り分けてくれ。頼む。これでブーを倒せば歴史は修正されます。Hey!
カカロット、貴様今まで何度地球を救った？何だろ急に元気玉のようにだ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活できる。このやつらにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、オラに全て可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あい地球人ども、さっさと協力しやがれ。出た。なんでみんな不安だ。貴様ら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスター・アサダン様の頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、早く力を貸せんか。本当？まあ、しょうがないじゃないか。この言わんと、いや、死ぬようにした。いけます。もう一息ですよ。今まで何度地球を救った？なんだよ急に。元気玉のようにだ。地球はナメック星のドラゴンボールだ。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。オラに全て可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あい地球人ども、さっさと協力しやがれ。
ってた。なんでみんな分かってくれねえんだよ。さっさと協力しないか。このミスターアサダン様の頼みも聞けんというのか。俺が魔人ブーを倒してやるから早く力を貸せんか。なんだ。しょうがないじゃないか。こうでも言わんとやっぱ信用せんか。実はもう一つよ。手間取りやがって。ふん、やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。ほんとすげえやつだったな。ふん、今度は一対一で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？すごい、本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操る、ということですか。とんでもない奴ですね。その時に、時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、
時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。やあ、今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ諦めたんでしょうか。バカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。諦めるはずがあるまい。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今、これ以上の敵はいないはずだ。果たしてそうかな。もうトミグラのやつ、なんて時代に目をつけるのよ。え、そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。あのね、破壊神、破壊神ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか。ビルス様。はい、すみません。で、そのビルス様はそんなに強いんですか。もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんかしちゃったら、なんていうか、もうあれよ、はちゃめちゃになるわよ。わかりました。ではお願いします。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね、ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。
この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな！君、そこにあるのを一つ分けてくれないか？ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。うごめんなさい。交点がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？ぐにゃーって飛んだよ。バカ野郎！ビルス様、これはその…完全に切れたぞ！想像の前、破壊や…いかん！取り押さえねば！バカって言ったな！お前、お菓子にして食べちゃうぞ！これは破壊神ビルス様。なんてくだらない使い物だな。あれ？君もサイヤ人。でもゴッドではないみたいだね。ないね。僕に結果を売るなんて随分自信家だな。それともただのおバカさんなのかな。圧倒的な力を感じるの。火の大きさが分かる。やはり神の気配というものなのか。いいですよ。大したもんだよ。かなりビルス様の体力を減らせているはず。プリンくれないからもっと痛めつけちゃおう。止まらない。あれ本気じゃないのか。ごてん、トランクス君、早くごてん室になるんだ。僕たちも行くぞ。おい、そこの猫人間、プリンくらいで大暴れしやがって。こんなマナー違反のやつはこのごてん室様がぶっ飛ばしてやって。お前たち地球人は食べ慣れているかもしれないが、大した味の想像もつかない未知の食べ物だ。諦めて降参しろ。なんともうまそうなネーミングじゃないか。神様に逆らう悪いお尻ペンペンの刑だ。お天気そう、全力でいかないとやられるぞ。飛ばされた。よくも俺のブラマー。大したもんだよ。どうさん、くそったれが。諦めてこそしろ。このパワーは特殊な以上だ。いけ、どうさん、破壊神なんかやっつけちゃってください。それもスーパーサイヤ人ゴッドじゃないようだね。もういい、地球を破壊して帰る。そうはさせないぞ。破壊破壊言いやがって。ウィス、お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのはお前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるんや。私、心のサイヤ人の力、一
つに集めなくちゃなんねえ。大したもんだよ。なあ、オラに力を分けてくれ。諦めて降参しろ。いつものご苦労様。いや、どうとなく違う。それにイエス様としてすべてのわからない。おめでとう。どうやら成功したようです。本当？オラスーパーサイヤ人ゴッドになったんか。戦ってみればわかるはずだよ。さあ戦ってくるがいい。もしお前の方が強かったら地球を破壊しないでおいた。大したもんだよ。諦めて降参しろ。大したもんだよ。諦めて降参しろ。やあ、ないね。気をつけてください。ドミグラが何か仕掛けてくるかもしれません。どうだ、ゴッドになった感想は。こんな世界があったなんてよ。オラ一人じゃ来れなかった世界だ。不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。ああ嬉しいけど、みんなの力が借りなかったらこうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだ。そのプライドは弱点になるぞ。くだらないプライドだ。そうでもねえさ。ベジータオラなんかよりずっとずっとプライドを持ってる。その彼はそのプライドを捨ててみんなを守る。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。めえったな、強えな、ビルス様。地球を破壊する。
あの目は本気です。これはまさか。刺し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。あったった。あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカな！お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方なんてこれ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラと言うのもひとたまりもないでしょう。この姿で相手をする限界。まあいい、この戦いは本来は存在しなかったはずの歴史の一つ。激しく戦えば時の狭間の歪みはますます広がっていく。よかれ、目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。ああ、お帰りなさ、なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でも、だからって。時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは、時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね。どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは
時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の問題です。なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。ああそう、じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください！この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます！だろうね、だって僕破壊神だから。でもそれは、あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておくよ。それは お願いします。ビルス様、ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。いやだね。あいつは僕を利用しようとしたんだ。許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに、父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから彼の言葉が信用できるかどうかテストしてあげたらどうです。テストか、いいかもね。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか。ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこか別のところで。君もわがままだな。はいはい、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね、僕は少しのんびりさせてもらうよ。では準備ができましたら私にお声掛けください。